続きをいきましょうか。ああ、かさねくんがお亡くなりになりそう。前回は彼七草の行進をしましたね。そしてヨウトちゃんが次の行進を控えてるとな。1歳過ぎだな。するとしてもこのちゃんもおいおいだな。3つ、今回は各ダンジョンの間違えた各ダンジョンのボスを倒しに行こうかな。大江山今空いてんだっけか。まだか。10月11、12が大江山行けるんだっけか。大江山一回行ってみるのもありかな。行ってみるか。とりあえず白骨城は制覇したから、次は九十郎と総翼君と千万宮と大江山。10月空いてんだっけか。空いてるな。相手はいるが、ちょっと待て、来月お子が来るんだから、来たらば七草さんはあれだよね、奥義伝承してもらいたいよな。あ、でも大江山一回行って、他のメンツで他ダンジョン二人で制覇してもらってってのもありか。大江山とりあえず行ってみるか。あ、11月か。あ、おいえい。じゃあ、今回は九十両だって、九十郎に行って、制覇しちゃおう。で、来月二人に大江山ちょっと行ってみてもらおう。それでいいな。女の子二人で。大江山、最初ぐらいはいけそうかなと思うんだけどな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ただ、なぎなたがいないのちょっと痛いか。六年坂、よし、順調に来ておる。うい、雑魚にかもっとる暇はない。あれ、そういえば、ああ、こっからだと見られないんだっけか。おう。まあいいや、拳は取ったし、たたら陣内も解放したんだよね、確かね。したっけか。うん、したような気がする。よし、とりあえず最上階まで急ごうか。七天門、うん、あ、ダメだった。なんかさらりと行かせてもらうぞ。ヨウトちゃんが一番実の力が低いから、気力低いから。あ、復活してたか。じゃあ軽くぶっ倒しましょうか。フォ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 、うん、あとはもう種の首輪だけだもんね。バッスバッス倒して彼も解放しちゃいましょう。はい、ボーン。よし、ででん、完全勝利。登りましょうか。登れ。すぐ隣にあるの、ありがたいね。ここは登るのは簡単に行けるからいいな。ただ力を誤ると上のやつ倒せないのにどんどん上がっていくっていうことになっちまうけど、一体ぐらい倒しとく。お、落ち穂ここにあるじゃん。揃った。
落ち穂、落ち穂欲しいな。上のやつ倒してから落ち穂狙うか。6階にあるのね。おおおおおおお、6階のフロアの敵で落ち穂を持ってると。うい、ミドロもあるのか。お、止まった。イエース、倒すだけだな。来るか、来ない。どうだ。ああ、氷だもん。どう、あ、大丈夫だな。早いね、コノちゃん素早いな。間違えた。道具はこっちか。まだにこの十字キーでメニューを開くのに慣れないっていう。OK かな。よし、登れ登れ。あれ、回んないとダメか。回んないともつれてるよあいつら壁にはまってるみたい。よし、来た。あれ、待った。行きたいけど、ヨートちゃん、あと1体倒せば成長するから、倒してから行くか。上げてから行こう。上げていこうぜ。おぉ、結構黄色い。タマタクシー。倒せなさそうな気がする。待って、お前ら待ちましょう。確実に行こうね、確実に。当主様をね、ちゃんとつかなきゃ。よし、上がった。コノちゃんも上がりそうか。コノちゃんまで上げてきたいな。おう、健康が高い銭を。おりゃた。よし、ヨートちゃん一人でもクローズス倒せるかな。それぐらいに強くはなったかな。あと炎3つ、3つの間にいけるかな。いない。おーい、あ、いた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 。お、萌え子、萌え子を持っている。お、避けた。偉いぞ。し、あった。おお、いい上がり具合だね。だん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 全部が2桁になる時期がやってくるようだな。これで炎あと2つか。よし、じゃあこの状態で挑むか。五郎さんと、いや、五郎ズか、どっちも五郎さんだった。思い出せばそうだった、どっちも五郎だった。五郎ズ、五郎ズ、イエーイ。ドドン。いくらわしら神が良かれと思ってやったとしても、立ち風の五郎さんとね、人間はほっておくに限るのよ。またちょっかい出して、閉まってる声止めの蓋が飛んじまったらどうすんだ。おい、ちょっと待て、ほら、まさかつけるつもりでお前らを。ひってえ、めちゃくちゃだぜ。どうなっても知らねえぞお前ら、覚悟しとけよ一方的に喋るっていうねまったくこのまんまダデも倒せるかな。ああ、でもこんなもんか。どっちか一体でも倒せるといいな。個人
うわー、かまいたち。お、攻烈攻撃か。あ、殴りは大丈夫だ。どうだ。うわー。うわー。うわー。結構食らっておるが、どっち、どっち行くか。投げ払おう。そこ七草ズン。よし、切った。えらい。ちょっと五郎ちゃんに避けられちゃったな。あ、間違えた。シーツ自分に使っとこうか。どうだ。竜巻はどれぐらい？うわぁ、ギリギリ。ちょっと当主様に牛ず。最後はご先祖様行ってみる？ご先祖様。ザシュ、避けた。ご先祖様避けた。なんてこった。素早いんだな、五郎ちゃん。うー、結構食らうぜ。当たる？うわー、避ける。ほんと避けるわ。またかまいたち。うおーおー、こわっ。ちょっと待って、当たるようにするには俊敏なのかな。もうとりあえず回復をしよう。回復はしとこう。一体のゴロウちゃんを倒したから、まずは避ける。ほんと避けるわ。当てて。よし、大丈夫か。よし、まだ大丈夫だ。いやー、セーフセーフセーフ。セーフセーフ。とりあえず体勢を立て直そう。自分に押しつつ、炎に押しつつ、立て直しましょう。立て直しましょう。よし、お、避けて。えらいよー。待てて。よし、いけるか。避けられるね。ほんと避けられるね、当主様。俊敏ファヤセでいいのかな。とりあえず君はいてくれ。また避けられてもしゃあないからな。ここは当てられる。ヨウトちゃんに無事に。ヨウト姉さんに無事に。くぅ、竜巻耐えろ耐えろお前ら。よし、行け。よし。あぶね。おお、上がるねー。上がったねー。この状態でやっぱ子供の方が良かったかな。まあいいや。お、喋った。ライデンの五郎さん、ありがとうございます。これは参った。降参、降参。よし、じゃあこれで九十郎は制覇。お、終わってしまった。まあ帰りましょうね。お子が来るし。帰還します。あ、かさねくん。お疲れ様でした。当主様だよね。お倒れになった方がいらっしゃいます。お気を強く持ってこちらへ。はい。1歳9ヶ月。そっか、あ、ヤタさんだっけか、お父さん。
うん、おそうね、右左、あー捨て丸に敗北はしてたか。小次郎さん撃破、あールルさんか、奥様はかなちゃん。小次郎さん2回も倒してるのか。えらいな。お疲れ様でした。なんか体が軽いな。今なら主典に勝てそうだぜ。そういう気持ちでいてくれ。うん。お疲れさんだ。この悲しみを明日の糧に変えて、皆様は生きてくださいませ。うん。はい。私とミドロありがとうございます。空いてますね。どうしたわ。さあ来た。新しいご家族を預かってまいりました。おめでとうございます。ありがとうございます。女のお子様です。お煮魚以外何でもパクパク召し上がります。食いしん坊だね。そうだ、赤髪の赤目だね。そして赤い肌、完全に火力だな。火まみれの子だな。状態どうかな。せーの、ポン。おー、水が、心の水はめっちゃ伸びてる。すげー。これ、とつてない?とつてないっていうか、トップまでいってるよな、心の水これ。すげー。口癖が、めいような時と。口癖めんようなで煮魚以外パクパク食べるのね。面白いなこの子。名前は決めてます。うちの当主系ですね。この字であってるね。ハギちゃん、ハギちゃんにします。なぎなたで、はい、お喜びかい。ジュイッシュ。さて、まだ大丈夫でしょ、投資さんの。4ヶ月ぐらいは大丈夫よね。じゃあ、七草山を覚えてください。で、体調は、ヨットちゃんかな。前に出てみるか、このちゃんは。この状態で、これでいいかな。さて、なんだか雑貨屋さん、雑貨屋さん、時はの飛躍を袋に入れとくか。結界印欲しいな。早風ね、残りはセールしてないんだよね。だな、ここら辺はまだしばらくいいから、ちょっと待って。神様一覧が確かそうだよね、こことここが。小次郎さんは赤い火の時に倒しに行く。ドドロのな、解放条件覚えてねえな。でここは大江山だから、じゃあ大江山とりあえず行ってくるか、二人で。いざ出陣。出陣。さてよいしょ。今日はちょいとマジな話なんだ。お、マジな話か。君たちの鬼になると思って今まで隠してたけど、ほいほい、僕も君たちと同じようにあの鬼の呪いを受けてるんだ、多分。うん、多分だけど、あいつを倒せば僕の体がこの世に戻る。うん、そうすれば君たちと戦え。あれれれ、あの鬼を倒せばもうこの戦もおしまいだっけ。そりゃ残念。僕こう見えて意外と強いんだよ。意外とじゃねえだろお前。本当だってば。今の君たちならきっと勝てる。それだけの苦労をしてきたことを
してるからね。お外でどうやら除雪車が来たようだ。すんごい音してる。結構降ってるもんね。突撃。突撃。さて、めちゃくちゃ音がしてるな。ちょっと一旦止めてみるか。改めて少し遠くへ行ったようなので始めますか。そうそう、雪がめちゃくちゃ降ってるとね、除雪車入ってきてくれるんだけど、また音がうるさい。うん、ああ、コベ自体もやっぱ強くなってるか。2だ。うん、よいしょ。カリューがある。うりゃ。お、逃げやがったな、あいつ。全焦点2か。えい。先手。よし。300前後ってところか。後ろから取らせよう。揃わなかった。おりゃ、援軍。おりゃ、ちょっと進んでみるか。ここまでは敵のラインナップ一緒かな。あ、ちょっとちょっと違うか。微妙に違う。うりゃ。うりゃ。と、こっち行ってみるか。箱。魚身の指輪。水属性は持ってないもんね。お、でっかいのがある。揃わない。揃うだろう、こういう時。うりゃ。あ、倒しきらなかった。あー、でも打撃はそんなに食らわない感じだから大丈夫そうかな。もうちょっと進進んでみようかって言おうと思ったけどぶつかった。30。うりゃ。ここら辺は大丈夫だな。わら。山わら。ヨウトちゃんでも倒しきらんか。一撃で倒せるようになればいいけどね、ここらの敵も。よいしょ。どうで？切れてしまった。もう一つ先行くか。3号目。まだコベでいいのかな。ああ、変わってないか。うりゃ。よっしゃ。逃げた。ああ、でもヤシャで52。コベよりはヤシャさんの方が持ってるね。変わるかな、ラインナップ。どうだ。あ、コールイダン。そんな変わってないけど黄色は増えてるね。うりゃ。打ち取ったり。ああ、健康注意。と、こっちかな。おお。リスト公共。辛
タヌク逃げた倒す。ここら辺までの敵はもういっかな。おう、どなしの弓、呪われたやつだ。うりゃ、ここら辺はよし。次はおー、買いの来た。うりゃ、うん、大丈夫だね。アクラさんも一撃はいかんけど叩けるな。いいよ。あ、健康注意出てる。ここも黄色いのはないけど、3倍雷電生復帰。ああ、一撃でいける。お、力貯めてるよ、力貯めてるよ。早めに倒そうぜ。よし、400、結構手に入る。おうち、回復させろ。回復させてくれ。まあいいや、まだピンチってわけじゃないからな。いけるいける。うりゃ、よし、上がった。まだ二人とも奥義は覚えないね。よしと、お、集合。山自体は天井を頂上ってことか。お、のわけ、のわけが来るか。うりゃ、逃げた。しわった。更新前にね、少し上げていかないとね。うん、先手ゲット。無限同時。ああ、落ち葉使うんだ。落ち葉、うん、怖くないね。もう怖くないね、これぐらいならね。うん、よし、いや、セット。おー、ふた、あつ、やってしまった。まあいいや、倒せればいいけどな。二人いけるかな。そう、通さぬぞ。でけ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 。あ、時の堀の笛がある。揃った。そっか、揃いましたか。とりあえず先盛りはかけとこう、必要だと。うりゃ、260か。うりゃ、無人。お、ひなし使う。あ、封じられたし。なんてこった。封じやがったな、お前。この野郎。お、倒せた。倒せるということは、いける？おお、いけたいけた。偉いぞ、お前たち。よくやった。一旦帰ろう。で、訓練のし直しをかけて、ここまでもう一回来ればいいな。出撃隊ご帰還です。お、全員ご無事です。何より、どうだったかな。継承。あー、結構な値だったな、今な。まだ大丈夫だよね。よ
陽太さんお父さんに訓練つけてもらいな。今どう状態。わお水の技。お父さんもう超えてんじゃん。お父さんの水の技もう超えるじゃん。恐ろしい子ああでもこのちゃんほどではないんだな。ここら辺は持ってっとくとして、薬買っとかないと。間違えた。飛躍を5つぐらい携帯袋入れとくでしょ。ちょっと待って、ヨートちゃんが今1歳、1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月ぐらいになったらだな。すっかり忘れてたけど、一族史しばらく見てなかった。一族史じゃない、どっちか家系図かだよね。おとぎちゃんが亡くなったのにまだ見てなかった短かったね、ソウシ君、シュゲちゃん。ここら辺から色黒だらけ。絶対ここのラインの方が兄弟でしょ。クヤちゃん、カザネちゃん。三代目がもういないのか。今やもう四代目の並びだのね。で、ああ、そうか。ユーシロクの、ポン。おお、赤髪、色黒トリオ。ヨートちゃん結構高いんだなぁ。これ、だいたい当主殿が、あ、やっぱりね、もう2位に入ってるもんね。おぉ、カサネ君。うん。結構、存命のチームもおるから、もっと伸ばせそうかなぁ。ですよね。ちょっと待って。2位との差。すごいな、2位との差が。この子は伸びるだろうな。技力自慢。おとぎさんですよね。うん。ここはしばらく変わんないでしょう。戦勝点。ですね。じゃあ、もう一回、二人で行っておいて。ニオーズを倒せてるから、そこより先に。君たちがあの鬼にかけられたのは短命の呪い。はいはい。でも温かい家族がいる。温かいかな。僕の方はこの姿のまま永久に死ぬこともできず、ずっと一人ぼっち。うん。不謹慎かもしれないけど、時々君たちのことが無性に羨ましくなる。時々かい？僕には姉さんがいたらしいんだ。子供の頃に生き別れたから顔も覚えちゃいないけど。嘘つけ。もし呪いが解けたら探してみようと思うんだ。案外近くにいるかもしれないしね。突撃！近いっちゃ近いよな。うん。君の姉さんで考えたらそうか。あうサクサク行くつもりだったんだけど。お、揃ったなら、ちょっと多めに倒していこうかな。チッコ。手前。ここが倒しきらんのだよな。硬いんだな、あいつも硬い。戦勝点稼いでおいでよ。次の更新の儀が待っておるからな。ふいふいふい。避けて避けて。真横に向けてく。お、敵の姿が見えないぞ。で、この辺りから、あ、来た。よしよし、この辺りから、ち
ちょいと倒しつつかな。一発でいく？ああ、いけるんだね、やっぱ。とりゃ。生ハッケ。すると。先手で取る。避けられた。生ハゲ避けた。いい感じに上がってるね。背中取らせろ。ふい。おりゃ。てい。速さ使ってちょっと先進むぞ。ここが集合目だから、これがここ上がったとこがさっきのとこか。二王門、はい、二王門終わりました。次ここだな。問題はここだ。砂取り対象硬いねー。うん、二人で倒せるかくらいか。お、結構黄色い。あちぼ。780いただいた。うん、まだいただいてないのか。倒さなきゃダメね。よし。いけ。あれ、健康注意。おーおーおお、早い早い。わあ、めちゃくちゃ欲しいなのに止まらない。なぜ。ザンバ。あー、おお、よし、逃げなかった、逃げなかった。えらいえらい。ここが稼ぎ場所かね、もしかして。ヨートちゃん、あれ？前上がってたのが全然上がんなくなった？あれかな？能力値の限界が来たのか？もしや。レベルマックスってやつ？来たー。大丈夫だね。これぐらいなら。逃げられた。いや、いいや。周りが倒せれば。周りの方が経験値が高い。結果だん。うん、立ち風。よし。あー、22か。あ、避けられたぞ。素早いな。うー、砂取り。ああ、避けられるね。避けるね、君。ゴローズの時みたいになってるな。ゴローズさえも射止めていたヨートちゃんの弓を避けるとやるな。落ち葉使いますか。落ち葉じゃない、押し図だ。間違った。星揃えばな、ここ経験値稼ぎに。よし、ちょうどいいんだけどな。経験値稼ぎ、成長値稼ぎ。あ、将来二人とも避けたね、これ。えらい。うりゃ。うりゃ。よし、オッケー。で、OK ですな。
を遂げる日まで安らかに眠るなかれ。リレン結果だ。来い、一個上か。残念。うりゃ、よし、もうちょっとで上がりそうだけどな。この組み合わせしか出ないのかな。他にも出てほしいんだけどな。いい、おう、うりゃ、うりゃ避けられてる。いいよ、当てろ当てろ。装備は下がるよね、全部だよね。下がりますな。ういよ、うわー、なんか黄色い。お、ウチボ来た。ウチボ、おじゃひ、全然効かないよね。はあ、どうだ。あー、倒せた。どんな攻撃してくるかわかんないから怖いの。確実に仕留めたいけれど、いけるか。あ、いけた。ふう、落ちぼけっと。あと炎1個か。ここら辺かな。黄色いの結構あるけどな。主の首輪を持ったやつがいないんだよな。砂取り、ザザ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 ザ、よし、オッケー、よっ。倒した。これで結構弓がいっぱいあるな。使える弓ではないんだろうけれど、おりゃ、下がるか。避けた避けた、偉いよ。そんなに強くないな。ならばこっち倒してから、うりゃ、終わった。帰るしかないんだよね。帰りましょう。です、よし、雷電落ち棒ゲットです。どうだ。心の火すげえな。体の火もそうけど、よし、伸び10種。あ、総翼員か、行ってみていいかもね。さて、あ、お父さん下がった。下がりましたか。そうですか。ああ、しまった、外せないんだよね。かまいたち、娘に差し上げましょう。風かな。あと
一月は持つのか、今下がったってことは。その間にある程度ハゲちゃんを成長させて、成長させて引き継ぐと、代替わりですな。これで行こう。さてと、あ、結界に逃げちゃった。こうかな。よし、じゃあ出陣で、ちょっと待った、漢方薬飲ませとくか。い、98まで。ちょっと鞭打つけど、よろしくね、お父さん。これが最後の出撃になるかな。そうよく行きましょう。じゃあここら辺はちゃちゃっと行きましょうかね。ちゃちゃっと走ってきますよ。ザバーン。あら、宝箱の閉めにしちゃった。じゃあ反対側ですな。パイ、そうね、ハゲちゃん使えないんだってば。全然開いちゃうけど。こっちか。パタン。よいしょ。OK。そうか。まだ、ゾウさんのおへそをしてないから、横制覇していかなきゃダメか。となると、成長を促すのも考えて、右側に行きたいかな。萌えが見たいじゃん。ダッシュか、ダッシュ、てーてー、もうちょっとかな。遠く行くまでに2つ炎消えるもんな。ケイキさんの2番まで来たぞ。パオー、よし。横から参ろうか。さあ、娘っ子成長させるぞ。いきなりそっちやる？まあいいけど、これだけで曲がるかな。曲がんないか。当主さんか。とトシさんだけだな。あれ、ちゃんと動いたかいな。あ、大丈夫か。少し後ろも倒そうよ。うわお。火が燃え上がってるね。燃えてますね、ハギちゃん。当主様も普通のなぎなたでもこれぐらいか。出ますね、値が。おりゃ、止まんないか。まあでも黄色いのもうないんだな。太鼓持ち倒せない。おりゃ、ああ、ないね。三両。あ、揃った。揃ったし。うりゃ。ありました。この
り半分か。火が消えるまで。ちょっとおやすみ忘れ、おやすみ切れてんじゃん。あ、発光発見回復あるね。ありがたい、ありがたい。敵が全然おらんけど、あ、いた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 。そんなとこにいたのか。お、揃った。ひどいん、はい、トッシュ様より早くなってるね。遅くなってしまわれたか。もうお年寄りなんだもんな、年齢的には。お亡くなり寸前を叩いて出してごめんね。土ゼロ土ゼロなの。あと2つぐらいか。こっちから行って、お、君らはドクロ大将だ。名前出てきた。おりゃ。おりゃ。おりゃ。でん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 。お、楽しそうなのが出てきた。イカズチマルがあるんだけどな。で下に宝箱ゾーンがあるな。うりゃ。ここを開けて間に合うかな。ちょっとダッシュしようか。おへそを押せば少し短縮になるはずだから。おへそ押した。よし、これで通れるようになったはずだ。受金。よいしょ。ここまでは来たけれど、初陣に大豪さんを倒させるのは無理だろうな。無理や。よし。てい。背中取った。太鼓持ち。避けられた。初めての攻撃だったんだけどね。仕方ない仕方ない。ああ、どんどん上げられてってる。うりゃ。どんどん上げられてる。よっと。やり上がったね。まだ大丈夫だね。チャキがいっぱいある。あ、そうだ。おりゃ。よし。ある？あるよね。すげえな、この子のあたり。改めて見るけど。どうかな。200台か。ちょっと心もとないか。武人も持ってないんだもんね。まあ、結果銀は持ってるけどさ。どん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 。お、ブンブンと音水の。あ、キツムナギナタあるのか。あ、キツ欲しかったなぁ、なんて言ったりして。避けられた。ああ、結構やっぱ暗いね。後ろからでいいよ。
倒した。えらい。接待みたいになってアシスト、ナイスアシスト。ああ消えてく消えてく消えてく前に一体ぐらい倒しとこう。強化月間なのね。いける。ああ結構いい値出してるね。お父さんと同じくらいじゃん。あ、上がらなかった。まあでも、あ、うーふ、帰ろ帰ろ。トシ様、トシ様が息も絶え絶えだ。トシ様、お帰りなさいませ。ただいま。なんぼ。ああ結構来たね。おーい。おー、十二種覚えたね。あ、結構大売り出ししてるね。今度96か。いいよ。96でも討伐終了したからな。うん。当主、当主様。ちょっと一回外しとくか。で、すると、鎧は、あ、兜上がるか。うん。1歳2ヶ月か。今月にするか来月にするか。今月更新しといて来月討伐かな。面用な。にしよう。うん、じゃあ更新しようか。この辺りは全部しまって出撃隊をここにしよっておこう。ミオトちゃんで、OK、さてさて、あなたの弱点なんぞな。技の水と心の土かな。技は全般的に低いよね。心と体は大丈夫だから技の値がいい神様にしようか。もう結構選べるようになったね。あれ、ちなみにヨトちゃんのお父ちゃま、お父ちゃまで合ってる？お父ちゃまは爆炎さんだっけか。爆炎さん前後がもう軒並みいないね。お父さん結構強かった。うわぁ。うわぁ。じゃあこの辺り、あけみちゃん。あけみちゃんがおる。ここら辺は一回更新してる。笑っちゃうね。あー、小次郎さん技良かったからね。あけみちゃんもいいけど、おぼろ原発ちゃんもいいな。こっから先いないんだよなーって。次もな、更新を待っているとなるとかー。もうでも結構上の神様だもんね、この辺りね。まだちょっと、もう少し下の方がいいな。なんか男の神様って色物多いよな。心が弱いな、陣内さん。この辺りになるとちょっとやっぱ身を取るね。心きれいに取ろう。心が弱い。バランスいいのはこの辺りなんだけどなぁ。あ、そかそか。小神さんめんどくさいって。なかなかいいのいないなぁ。あけみちゃんぐらい。
原八さんもいいんだけど、この神様双子率がな双子率があるんだよな。技の値は申し分ないよ、もちろんお父さんも当然だけど、次も更新待ってて、また尾上さんだもんね。悩むな。心の土と技の水で考えるか。引きだよな、問題はな。これは悩むぜ。やっぱここに戻るよね。なんだろう、文系色物の神さんばっかり選んでる気がするんだけど。まあでも仕方ないか、値がいいんだもんな、うん、ごめんね、あけみちゃん可愛がってあげて。ご指名ありがとう。ふふん。いや、あけみちゃんは絶対優しくしてくれるよ。この2人分、2人の子の値見ても2人がちょうど混ざったらいい子が生まれると思うんだよね。どうかな。じゃん、お、女の子、また色黒。お、心いいの来たんじゃない。体も技もいい感じのゲージ来てると思うぞ。どうしてます。忘れておった。お父様に残された時間はもうわずかしかありません。ですな。最後に新当主ご指名の任、立派に果たされますようお願い申し上げます。はは。もちろん。この方でよろしいですね。まだ3ヶ月だけど、頼んだぞ。いつもいつかを可愛がってくださったこと感謝しております。長い間ご苦労様でした。うん。1歳7ヶ月、早いよ早いよ、七草。天野明治さんの子だったっけか。結構打倒してるんじゃないっけかな、七草は。だよね、小次郎と小次郎何回も倒して小次郎と八鬼と恨み足、右かいな左かいな。そうだね、創作したんでね、この時に捨て丸さんも倒してるね。はい、また発揮。ああ、ゴローズ倒したもんね。輝かしい戦績じゃないか、当主。娘がこれを超えてってくれると思うよ。ゆっくり休んでくれたまえ。新当主ご就任、並びに五代目ご奉命襲名の儀、誠におめでとうございます。ハギちゃん3ヶ月しかハギじゃなかったな。一応最初にお断りしておきますが、襲名制度を初代様に願い出たのは確かにいつかですけど、はい、はいはい、いくら私がおどっこでも代々の当主の名前を覚えるのが面倒だったからじゃありませんし、本当かな、覚える自信が全然なかったってわけでもないですから。本当か。お名前と一緒に初代様の志もちゃんとついてくださいね。はいよ。というわけで、さて今月は何をいたしましょう。また3人になったね。当主殿が行ってしまわれたということで、今日はここまでかな。じゃ、分家にお子の名前を考えてもらおう。お疲れ様でした。